皆さんこんにちは、バイスペアの沙織です。今回なんですけど、左側くんが帰ってきたということで特別企画になります。君たちに出演流線をやっていただきます。あ、ちょっとよくわかんない、よくわかんないんですけど、よろしくお願いしますね。皆さん、出演流線っていうのは公式で唯一やったタスク戦になってまして、で、チームなんですけども、私が勝手に決めさせていただきました。はい、まず、左側くん、風くんのチーム、ヤング。チームバイ。黄金世代ですか、ね、黄金世代で。三笘と一緒ですか、ね、で、杉さん、かっちゃんの、ま、チーム、オールドと。オールドと、おじと。おじさんと。おじさんということで、早速ね、とりあえず皆様のデッキを披露していただきたいと思いますので、はい、まあ、じゃあチームヤングの方からデッキ4つ。お願いします。はい、はい、ということで、まずはじゃあ左側くんデッキお願いします。はい、私のデッキ1個目。はい、ででん、八電源無色転生。あらららら、ら両方連動公開してくれたんで、はい、そうです、八電源です、間違いなく。はい、でもう1個、もう1個八本転生。ガチガチガンテで環境デッキと環境デッキ持ってきました。はい、張り切ってます。はい、2枚見た方がいい。いや、1枚でもいい、あ、分かればいいから。じゃあ風くんのデッキオープン。はい、僕が持ってきたのは、はい、8電源トークの世界。まあまあ、そうだろうね、予定通りと、はい、8扉のバンドリーになります。あー、なるほど、いいんじゃないの。はい、じゃあこのなんか似てますよね、こう。画面か この4つの中から、2つ使うということになります。アイコンっぽい。はい、じゃあチームオールド。はい、ということでチームオールド側デッキ、じゃあ杉さんからお願いします。はい、まずあれですね、8宝のキーです。知らない。初めてのやつ持ってきましたね。まあちょっとね、ちょっとこのプール見てからちょっと一回組んでみたいなって思ってたやつをちょっと今回試しに作ってみた。じゃあちょっと番有力候補かもね。知らないから。じゃあ2つ目、はい、脇あずみさん、ご結婚おめでとうございます。おめでとうございます。ということで、ウマ娘のスペシャルウィークじゃない、じゃないんですけど、まあ、モンストブのトライアルデッキの2枚ですね、使ったウマ娘です。はい、はい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 、ということで、じゃあ次、かっちゃん、はい、まあ、自分は、まあ、好きなタイトル、ホロライブの水星。あららら、ら珍しい。カリオペ。あら、チョイスとモンっぽいかな。うん、そうですね。っていうのね、はい、新しい感じがします。はい、2個目。もう一つ、ビンヌ大好きネイ。出た。出た。あ、これは見たことある。これはなんか見たことある。もう。いや別に。みんな2枚出してる。出た。僕も1連動出しました。僕も出したい。どういうタイミングで出してるの。かっこいいね。かっこいいね。かっこいいわ。かっこええわ。はい、はい、で、両者デッキ出揃いましたということで、これから番に入っていただきます。話し合いタイム30秒、どうぞ。決まりました。はい、オッケー。決まりました。オッケーですか。はい、はい、じゃあチームヤンカお願いします。番はどちらで、封印は。せーの、ネイ。私も最下というか、そりゃそうだ。まあ、ちょっとじゃあすいません、ネイさんの方はちょっと今回は殿堂入りということ。じゃあそちらの番にお願いいたします。どうぞ。はい、じゃあテンスラで。ダメか。お互い、予定調和。上からイヤラモンを消していくと。まあ、でしょうね。まあ、これでね、ガチ影が分かってくれたと思うんですけど、はい、で、シュッツエンゲル対シュッツエンゲル、はい、シュルト対シュルトになります。で、これはお互いこれから話しちゃってください。なるほど、はい、ということで1回戦目、まずはやっぱり妹からの方がいいと思うんで、はい、シュルト戦スタートしていきます。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。じゃあということで早速先方というかシュルト戦からお願いいたします。というわけで我々です。左側くんと杉さん、はい、なぜかテンション下がっていや、まあ、予想を外し予想外してきた。じゃあちょっとお願いします。じゃあ準備いたしますか。じゃあお姉様同士はね、ちょっと頑張れ。いや緊張するな。
なんだその感じ。あんまりいないか、久しぶりかこのマッチメイクもね。まあそうです。まあ、確かに杉さんとやるの久々かもしれないです。はい、そうね、緊張するな。強調するな。強調するな。大岡直美と平野翔と風。あと日、あと日。ああ。というわけで、ここで、はい、じゃあマリガンから。実況解説は私でお送りしたいと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。解説の風さん。解説の風さんの調子が良さそうです。いやー。さあ、先行側から。いやー。まずは手札入れ替え。切っていいか。切っちゃえ。4枚。サボ全部全部わからないぞ。わからないね。俺もわかんねえ。じゃ味方もわかります。じゃあ3枚切ります。はい、はい、というわけで、じゃあ始めますか。はい、お願いします。はい、お願いします。ドロー。ファイトします。ラグ。ツードロー。ああ、変なイベント入ってる。知らねえ。あ、36って書いてある。怖すぎる。あ、いブラックパンサー、はい、行きます、はい、2点取ります。終了。方向を弱かったですね。左側ちょっとあれ割れないかもしれないですね。限界除された無職転生で、まああれ割れなくなっちゃった。これはちょっと、はい、一般ですかね。ダメージということで、どうですか。あとで殴ります。なぜなぜなのか。入ってこれないでしょ。先行取れなかったのザコで大変かな。もう少し来い。じゃあ戦います。中央でダイレクト、はい、2点、はい、終わりです。イベント多数積んでありますね。怖いですね。4枚入ってるかもしれない。5枚入ってる時はちょっとあの勝ちの時はあの勝ちになるんで。様子がおかしい。ハンドに戻るルーです。戻さない気だ。きつい。あ、ぐちゃぐちゃだ。杉さん、これにはにっこり。ちょっと涙が出そう。どう考えても宝握ってます。うん、さっき見えてますね。どうすか。いいか。じゃあ、これで3枚あります、はい、どうぞ。シナジの前に切れました。はい、3枚で出して、エリスのシナジ、エリス効果使います。で、2レベル以下開始します。あ、これで綺麗の、そうですね、2レベル以下がもうゼロしかいません。まあ、助け立ちしないんですけど。ロキシー、ちょっとこれはあれだな。ルイジェルド開始します。はい、で、あのロキシーの効果で、ツインドライブはここに付与します。了解。はい、じゃあこれでアタック入ります。どうぞ。ダイレクトアタック2点。はい、3500です。1から1点。フロントアタックです、ね、はい、フロントアタックです。緊張してる。杉さんの圧力、杉の圧力、杉の呼び捨て。審議ですよ、これは。フロントでツインドライブ使います。どうぞ。2点。で、2点、3枚かまって、はい、終わりです。はい、きつい。これはちょっとね、私も無職転生使ってたんですけど、これは厳しいですね。いやどうしようかな。ちょっとね、デッキが分かんないから、何に悩んでるかすら分からない。他に収集します。俺分かんない。コメントできない。お姉様もコメントできます。まあ、ミカさん頑張って、まあ、可能姉妹なんですけど。え、分かりづらい。ちょっと休みすぎたんじゃない。今のボケが分かりづらい。ボケが分かりづらい。お姉様から加納姉妹から美香さんまで飛んだってことだ。まあ、そうです。ちょっとちょっちゅうね。7点から何点、何点かも分かんないです。100点。あら。厳しい。杉さんがうるせえよっていう目をしてますね。ありがとうございます。ありがとうございます。6号、7号、8号。しっかり見てんだ。8号で同値ですね。同値。カチカチ。はい。あの逃げるで逃げるんですけど。うん、やっぱ強いね。じゃあクライマックス始め。はい。このパンプがいいでしょう。じゃあいいでしょう。ここに振って戦場所。はい、OK です。で対応連動で、
じゃあバトルいきますと。違う方の宝。あっちじゃなかった。あっちじゃなかった。さあ、卓上。ここ、3号。3号、はい。うん、違うな。25です。25、はい、じゃあ同期で、はい、はい、3点。ここはできるだけ止めたい。通ります。こっちの綺麗に入ってたんですね、まあ、引けてないだけですね。でここルイジェルドしか引けなかった。フロント G とどっかに25パンプ出れるんで、ここに25パンプ、あ、強い。じゃあ5000フロントから、3点。でかい。あらららら、ちょっとやばいな。入っていく。アタックの終わりにリバースが見なければ、はい、控え回収している。プラスアルファあります？ありません。あ、パンプがプラスアルファ。鈴、はい、回収します。でここで、フロント時ここに25パンプ入るから、5、6、でかい、1万、1万、はい、フロント2、4万しない、2点、止まらない。止まらないよね。こう見ると意外と電源対策みたいなデッキにはなってたんですね。というか基本的に8電源まで行っちゃってると早めのミートタウンにはちょっと弱いかな。じゃあ銀のパワーライン。ああ、なるほどね、はい、失礼いたしました。はい、終わり。パワーライン、ね、きついな。何知らなかった。綺麗ぬぼっちでございます。ドロー。8電源と思えぬ。頑張れー。きつい。頑張れー。左側くん、頑張れ。ちょっと待って、3番が解雇ですね。解散、今日で今日で解散です。あ、世代解散します。来世に期待しましょう。これはちょっと考えます。さすがに左側くんもラケットオンレベル。何のラケットオンのか知りません。あらららら、なんだ。あらららら、ぼやな。夏休みですね。夏休みイントネーションですよ。ひどい。ほんといつもの雰囲気すぎるでしょ。だいぶ動画で綺麗になってますよね。あー、パワーが。あららら。いいんだ、2レベルで。はい、大丈夫です。ガチガチバンドにしていく。これでアタック入ります。どうぞ。ダイレクト。はい。きついなぁ。もうさ、なんか漏れそうな顔してる。ちょっとほっときついな。いきます。嘘でしょ。いきます。はい、フロントで2から2点。はい、フロントで、おーいや、おー、今日はもういい。まあそれはまあ、まあ強いかな。まあそうですね、強いクワール、パウロ、あ、来ましたよ、パウロ。これ相手に圧力になってきますね。3。パウロ、ギレーヌ、ギレーヌ、ギレーヌはさすがにやばいんじゃない。まあ、ある意味、こっからみたいなところありますからね。そうね、入植転生、こっからみたいなところありますから。まあ、そうですね、まあ、三上下以外は大丈夫かなと。でも、今の感じだったら、ね、一上でよかったな。今のまま早い。お、ああ、はい、何を言ってる。バトル行きます。はい、フロント、うーん、待てよ。フロント、はい、1で取ります。フロント2点。リフレッシュ、あ、両者リフレッシュ。お、両者、1周目のクロックがえらいことになります。まあ、ちょっとレベル下がっちゃいましたね。締めレベル3のと、締め2の3ということでね。こっちは7バック。こっちは6かな、6です。はい。控室見ていいですか、ここ。なんだよ。初見殺しみたいなデッキ持ってきましたからね。ああ、そうですね。逆にこう、チームメンバーにも分かってないような。内緒にしてる。いいね、分かってるね。YouTube 分かってるね、あの人。昨日10時から2時ぐらいまで必死に考えてたんだけど、何やっけ。もっと前から考えてたでしょ。もっと前から言ってたじゃん、企画自体。リフレッシュ、あら、レベルアップ。ちょっと待って、毎度おなじみの、毎度おなじみ、青が置けない、いつもの光景ですね。はい、フロント
1点。キャンセルするとパウロが飛びます。じゃあパウロ効果使います。なし。くぅくぅ。ドラちゃんがめくれたら、はい、反動を切ると同じ点数を、はい、おー、なるほど。ドローもらいます。どうぞ。まあ、悪いところはすっごい終盤でキャンセルしてまた電源めくってしまう時が多々ありました。このまま戦います。どうぞ。ダイレクト3入る入る。ダイレクト3倍。あらららら。なるほど。楽しそう。4キャンセル。ダイレクトでスイングライブはやらなくていいかな。なしでいいです。3。おいおい、おい、銀玉女子。おい。見たことないんだけどね。ネットでしか見たことない。ネットでしか現実では見たことない。じゃあ行きますよ。はい、ドロー。さあ最終局面です。ですね。どうなっていくか。このパウロパウロギレーヌはなかなか強いですよ。ちょっとダークネス計画じゃなくて、なんだっけ。ワームホールみたいな。まあワームホールはちょっとあのそれはまあ脱帽終わり。帽子脱いで終わり。経験6以上なんで、はい、3枚まで見て、はい、カード1枚選んでそれを、はい、ストックに置いてもよい。あら。で、残りは好きなように持っていい。あ、はい、からの1枚手札にバウンス。あら。バウンスいる。いたわ。ここは、はい、だやだ。やだ。どうしようもない。もう一枚いる。あ、ちょっと、はい。これ。一回見なかったけどね。確認できた。握ってたんだよね。強いね。いよいよ。あなた、こっちよ。あなた、チームヤンジよ。三枚は。で、一枚ストップ。強い。今割とバランス。バランスはどうしようもない。沈黙で、回復、はい、あいつはなんかバー持ってましたね、アタック陣。なるほど。さあ耐えられるか。いやー、これは厳しい。厳しい。これは厳しい。はい、あ、迷った。おっちょこちょい、はい、やだ、おっちょこちょい。やだ。あれ、ここに2枚移動してこんだっけかな。あ、でもここ、そうだ。はい、仕込んだカード忘れて。じゃあいきますよ。オールドラッシャー。じゃあ大レジ、はい、1コスト、はい、トップ公開で、あ、間違った。間違えていく。あれ、ついさ逆言っちゃったんじゃないか。見てないからね、しょうがない。間違えちゃった。いや、ここの1点がちょうどいいかもしれない。1点番取ります。何だと1点番。0以下1点番。あ、0以下1点番。固定、あの、よ、固定。固定。0以下1点番。0以下1点番。いや、3点。ゼロ以下笑ってはりますよ。何笑う。何笑ってんねんですよね、それはさすがに。サイド、はい、1点。はい、はい、終了でーす。どんどんキャンセルして、ちょうどよかったね。それ分かってやったのね。プレミなんですけど、いや、ということで、シュート戦勝者杉さんでございます。はい、大学何かコメントございますか。まあ、特にないですね。はい、やれることはやりましたね。追い詰められましたチームヤング、出演戦初めて行きたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、出演戦初めてください。よろしくお願いいたしま す。はい、実況解説私、感染者対戦を終えた、ティーファイン、デリガズ、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、カズ君のデッキは2択だったんで、何か楽しみでございます。次虫だから分かんない。まだ分かんない。まだね、まだルイ君の可能性もある。そうですね、急にで、カッちゃんは、パズドラがバンされているので、水星のホロライフか、水さんのバブルスメーカー、クリーム入れ替えてたらさ。やばいね、ここまでしか勝ちに来た。補足すぎる。混ぜてもらった方がいいんじゃん。しょうがないな。しょうがないね。参加させてくれてありがとう。はい、じゃあカッチャ選んでください。
じゃんけんで選ぶ方決める。じゃんけんで選ぶ方決める。じゃあ俺選ぶね。はい、おちい。あら。くしくも先攻後攻チームで勝った。タコですね。早くない？早くないですか？もう網足取ってやろうみたいな。敵まみれという。あれはさっきボロクソも言いやがって。ボロクソ言って結構フォローしてあげてたよ。カチャチェンジなし。チェンジなし。おお。こっちは手札いいですね。いいんですかそこの情報。はい、四枚で。お。8電源。8電源でリベンジ。お、電源コンビ。電源コンビ。はい。じゃあターン戻っていいかな。はい、どうぞ。まあ、タイプが違いますよね。じゃあ。レッツ。レッツ。はよ、はよ、はよ。はい、じゃあターンもらいます。はい。どろ。さあ、自電源となると。そうですね。強いね。ただね、これで勝ち電源は、ね、反面ゴリラというよりは安定感の形です。まあ、どっちかというと、戦一デッキに近い電源っていう不思議な、まあそうです、今ちょっと唯一無二感はあった。まあ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 、まあ、安定。安定ですね。見たら、なし。キャンセルで、ポリン。キャンセルしただけで歓声が上がるというレベルの低さ、ありがとうございます。さっきの試合見てるとね。さっきの試合を。クラック2が。杉さんもキャンセルしてなかった。お互いね、こういうクラマーくらまきまくってる。途上時自身の音楽のキャラに1500上昇。みっちゃんで、25で、フロントアタック時自身に1500上昇で4000。あ、なるほど。OK 1点から2点電源を強い。みっちゃん1人で解決していく。2点途上で2点キャッチ、はい、どちらでで控え落ち、はい、効果1コストブロックの下に送ってで2枚落下あららららら最低だな。じゃあターンもらいます。まずい。これはどうも、うん、控えに行ってる状態だからできる。大丈夫、控えに。ああ、ありがとうございます。機械に行った時の効果だからできてるはず。コストじゃないからね。ああ、自分が回収できる。ねねちゃんじゃだ。では、まあ割りに行くか。ダイレクトでここに。真剣だから。回転してるから。さて。お、これで勝った。選抜の。さてもらいます。アメリア戦。じゃあ続けます。腰から。選べる。フロント5000。多いですね。チョイスはなし。あらららちょっと。手もらいます。噛み合わない。噛み合わないね。ダイレクト見たら見て。で見て。だってね、風くんがあれ聖地デッキじゃないんで、あんまり打点惜しくないし、クラバいっぱい出てる。こういう場合はまあいいと思う。デッキの方が良さそうだけど、まあまあまあ。まあそうです。三面も。火星青で。多い。近い行きます。はい。ガンもらってドロー。どうぞ。さあ、ここで東野のシナジーをちょっと持っているのかい。ちょっと東野がねリバース対応なんでね。そうです、ね。ゼロの子は逃げちゃう可能性がある、うん。確かに。難しいところですね。確実にいけない。そうです、ね。メアタックで三号フロント。フロントはい。ここでケッチ。戻らず6号フロント、はい、あ、そうですね、6000ですね。6000、はい、2点電源。おお、えらい、2番目電源。さっきのショパン電源とは違い。いや、あれ、盤面待ってなかった。あ、無駄じゃない、チクチクことは無駄じゃない。キャンセル。で、相手リバースシナジーもらいます。これじゃあ、難しいそれは思い出券です、ね、了解。路線本と点から2点電源。ただ盤面が作れたので強いかもしれない。ゼロだって。ここから4枚切れる。あるかないでしょ。2点あれ番号キャンセル。みんなしてアンコール。そ
こが他の電源と違う。ウェル3がアコードハンドにもらいます。はい、一緒ではです。じゃあ、光落ちたとき。じゃあ、プラスの効果で。1コスト。相性的には水星側が有利かな。そうですね、両方ハンド。ありがとうございます。じゃあターンもらいます。はい。ターンとと将棋みたいな感じ。NHK 目指してるんで、よろしくお願いいたします。あ、それはちょっと見る気が気にしてるかな。ここで選抜来ました。アメリア。はいはい、ヤバンです。これアシュローラー。お前だけだよ。これアシュローラっていうの。ではこれで、クライマックスフェーズを始めに。見ちゃダメ。控えから。恥ずかしい。やめなさい。恥ずかしい。加速します。あの加速の仕方が強い。そうね、上から振ってこないのは強いね、やっぱり。で、これでいきます。これここフロントします。1、2、3、4、4、8000の1万2000のマンス3。ああ、大丈夫。県外ですね。1から。2件。で、相手リバースしたので、山分2枚します。じゃあ続きます。こっちアップします。こっちか。こっちジャンプします。裏が欲しくない。そうね。出たやっぱりドラミでドラ回転超思い出券打ちます。はい、これはクライマックス落とすための目的ですね。では2番ストーブで強制です。じゃあここを続けます。ジャンプします。トマトラだってほしくない。1から全部トラだってほしくない。出た強い。やっぱいいね。見てるとこ7枚で。はい、ちょっとね、やっぱりもうフラグにしか聞こえなかった、ね、右側のだから入れも1回あった。そうですね。人間側からしたら、はい。この一回でかい。はい、リフレッシュ。2点目。2点目。もらいます。で、リバースした時の効果は、いや、使わない。お願いします。すいません。あの画面外で私の顔見て水吹いたんだけど、どういうこと？不細工だったということで、よろしいですか？あまりに。お、あー、大羽根ちゃん連動強いですね、これは。了解。ユータデジ。あーから。さて、天の山またぎ。バックロック。はい。山では勝てない。なあ、そうね。はい。そうじゃん。枚数的にそうじゃん。すいません。チョイスに返してる。すいませんね。はい、リフレッシュポイント、リフレッシュポイント入って、レベルアップします。さあ最終的にターン決まる可能性も全然あります。可能性も全然あります。めちゃかしいです。で3点パーの続き、あと2点キャンセル。デルメキャンセルの小羽ちゃん本だね。はい、で3から4点4。さあキャンセルからの4点、4点は通れば偉い。おー、これは強い。でかい。アタック序盤見ますね。大丈夫です。大丈夫です。これは、あの、人次第です。すごい安牌入ってカルトです。まあ、光景ある光景じゃない。みなつケアしなきゃいけない。あー、なるほど。3点目。1点目キャッスル。3から3。さあ、で、おお。チーム打点は足りてない。1500フロント2から3点。おー、強い。これは強い。おー、これは両者強いですね。強いです。さあただ、風くん2の4枚と戻してるんで、だいぶ強い。これ、小羽ちゃんのいいとこ出てますね、風さん。そうっすね。スタンド、どうぞ。どうぞ。すいません。補足は我々の方でさせていただきます。よしよし。はい、ストックたっぷりですね。何でもできそう。風くんのビル。水星。さあ、出ました。ここはバーンですかね。
そうね、地下といえば、うん、でもできない、まあ、ただ手札少ないんで、3枚山物します。あとハンド2枚切りますね。山物し、控え室のカード3枚まで山に戻して、そうこれで、夏色祭りと組み合わせてクライマックスワードと戻して、夏色祭りの味方テキストで後継で巻き込んでいくっていうプレイもこれでよくござるそうです。ござるござる、まあ取らないやつを3枚、ね、だから下手に山札1枚とか残しちゃうとそういうプレイがお願いします。あ、そうですね、お気をつけて。ただ打点次第でね、クラマじゃないと負けますから、ね、そうです、そうですよ、うまいからね、タンクーみたいな、タンクーさんね、遠征機スーパースターみたいな。まあ今ね、スイーさんもちらっとありがとうございます、画面外の補足していただいてありがとうございます。はい、はい、ちょっと分かんないね、これから分かんないね、これから。これは足りそうだ、食べ方です、食べ方、おっとカリオペも出てきました。あれは何でしたっけ、ウサシ、ウサシです。あ、なるほど、キャンセルされるから一度くめくってレベルはスイッチ、これはウサシが働くかどうか、杉さんの大好きなカードですね、ウサシ。みんなこったないね。なんで最近ね言われる、なんで何度で聞くのウサシ、しょうがねえ。入っちまった、好きだね、まず一番。俺、武蔵のこと好きなんだよ。対応。全国武蔵。やった。行きます。大事だった。フロントから。周りを向かってますね。フロント時パワーパンプを、ここに。4点。1、2、3、4。おっと、止めました。射程次第だとは2点、強い、さすがに乗ります、バーン打ちますね、ミルキリバース、じゃあパワー買ってる方、フロント時1コストハンド1枚で2点、2点はホールとか点が綺麗になっちゃう、ミドルさあ通ります、3から4点、おー、4も強い、おっと、これは強い。じゃあ続けます。パワーは1万ですね。まあ、じゃあ勢い万とかって、フロント時2点。1コスト半で1。3から4。リフレッシュの期間限定だったらいらないですね。まあ一応持っときますか、コメット。もんでもう一回しよう。4点。おお、止め方綺麗だね。これは綺麗。ごめん、チクチクしちゃう。次回クライマックス何枚ですか？6かな、2、3、4、5、6、3コストアンコール、壊れちゃう、壊れちゃう、もう一面考えます、
田入りは任せました。クラブ入りがいいです。クラブ入りですか。任せてください。見た目ですかね。見た目、最近ももじゃんの CDPR クラブ入りが書いてました。そちらの絵柄がいい人はもう私 CD もはい、ダイレクトバンクにしてください。よろしくお願いします。そしてスイカボンしてほんとほんとでも来たらさ、爆買いしなきゃいけないから来てと来ないでを行ったり来たりアタックで、はい、ほんと力だ。あーにゃーおーにゃーおードラマいらないかもしれない。いらないという計算でしたね、カズさん。あ、でしょうねそっか、言ってるわけだから見りゃわかんない。ありがとうございます見りゃわかんだろう、ありがとうございます。リフ1。さあ、見てみよう。おー !1 点2キャン用紙です。フロント。さあ。いやー、ジャンピングでかい。さあ。あー、違いました、ゲームセットということで、出演優先は、カーティさんの勝利ということで、これでなんとですね、1対1になってしまいました、皆さん。1対1になってしまった場合のルールは私言ってませんでしたので、1対1になってしまった場合、勝った人同士で対戦していただこうと思います。はい、エクストラ対戦。ということで、杉さん対風くん、スタンバイ。こういう感じだ。